あなたも面白い店をずいぶん知ってたじゃない。楽しませてもらったわ。褒めて遣わす。そうね、たくさん歩いたからお腹が空いたわ。何か美味しいものが食べられるところに連れて行きなさい。神をも脅かす最強無敵の打点塩羽がおしゃれカフェに緊張してるなんて、そんなわけって違う違う違う。リトルデーモンの割に気の利いた場所を知ってるなと感心していただけで。ああ、もうニヤニヤするな。この私を笑うなんて、世界中であなたくらいよ。まったく、生意気なリトルデーモンなんだから。テラスに座る私？なんで？そういうことを気にしてるんじゃないわよ、あなた。本当もう恥ずかしすぎ。お？ちょっと待って。静かに街を眺める姿が絵になるってことは、喋ってたら絵にならないってこと？私、あなたと話してるとたまにとんでもない子を眷属にしちゃったのかもって思うのよね。どうもありがとう。こうなったらとことん楽しんでやるわ。あなたも大好きな主の姿をしっかり目に焼き付けなさい。我らを引き合わせた運命の一日はまだまだ終わらないんだからね。人の世に息づく我が眷属よ、光に背きし闇の同胞よ、今宵も目覚めよ、立ち上がれ。さあ始めましょう、混沌極まる暗黒の宴を。側近、補佐を頼むわよ。今宵は人間界の終末、すなわちヨハネの人間界侵略計画完遂の日を占うわ。リトルデーモンたち、ヨハネの言葉を一言一句逃さず聞きなさい。それでは始め。なんか占いカードの枚数が少ない気がするんだけど、これ違うやつじゃない？
よしこゆうな、配信中なのよ。一時はどうなることかと思ったけど、なんとか終わったわね。あなたが間をつなぐために踊った側近リトルデーモンの舞、なかなか良かったわよ。即興の割にうまく踊れてたじゃない。あのダンス、他のリトルデーモンたちにも覚えてもらおうかしら。ヨハネを称える舞として広めるのよ。さて、次の配信はいつにしようかな。次ね。そうじゃなくて、内容をね。長いこと生配信やってきたけど、もう少し手を広げてみてもいいかなって思って。あ、配信をやめるわけじゃないわよ。一度にたくさんのリトルデーモンとつながれるし、今後も継続していくわ。それとは別に何かやりたいなって。ショート動画？なるほどね。いいじゃない。やってみるわ。リトルデーモン、我が意向を人間界に知らしめるための次なる一手について今から検討するわよ。もうこないだ配信やった時に話したじゃない。主の言葉を正しく理解するのはリトルデーモンにとって非常に重要な能力よ。側近だからといってその能力を錆びつかせることのないようにね。さて本題よ。ショート動画だけど、どんな内容がいいかしら。普段の配信でやっていることの短縮版みたいな感じでいい？とにかくやるだけやってみましょ。今は学校にいるからできることには限りがあるけど。じゃじゃーん、ヨハネのどこでも魔界更新占いセット。さあ始めるわよ。リトルデーモン、何か知りたいことがあれば言ってみなさい。このヨハネが占ってあげるわ。任せなさい。大地深く眠る獣たちや、混沌の底に潜む黒き血脈の者たちや、我が声に応え目覚めの方向を轟かせたまえ。明日の天気は曇り時々晴れ。長、そんなにかかってたの？いつもより短くなるように
省ける工程は省いたのに。無理よ。あれ以上カットしたら占いの精度が著しく下がってしまうわ。そうね、悪魔召喚をやってみましょうか。弱いやつならすぐ呼べると思うわ。何をすればいいのよ。1分以内にできることなんて。打点めぐり？打点降臨。どう？どんな感じに取れた？おお、いい、いいじゃない。表情もポーズもいつもよりキレがあるんじゃない？今までは余分なセリフや動作があると思ってたわけ？沼津のいろんなところでヨハネが降臨した姿を撮る。言われた時はどうなのかと思ったけど、案外悪くないわ。思い返してみれば最近はあまり外で活動してなかったものね。たまにはこうやってヨハネの存在を人間たちに刻みつけてやらなくちゃ。打点降臨。どれどれ。うん、いいわね。淡島神社の景色もヨハネにバッチリ合ってるわ。本当に今更ね。このヨハネが神に負けるわけないじゃない。怒るどころか、むしろもろ手を挙げて大歓迎。次行くわよ。商店街とか駅のそばのショッピングモールとかどう？ヨハネの意向を示すためにはむしろそういう場所の方が好都合よ。このヨハネが人目がある程度でおじけづくほど商談なわけないでしょ。
とはいえ、か弱い人間たちの前にいきなりヨハネが降臨したら驚いてしまうでしょうね。ちょっとかわいそうだから、最初はこっそりやりましょう。当然よ。画面越しでもヨハネの魔力は伝わる。リトルデーモンたちの士気を高めて人間界の支配をさらに推し進めるわ。次の場所はもう決めてあるわ。そこで取ったら今日は終わりにしましょう。次の撮影場所はここよ。今なら誰もいないわね。よし、リトルデーモン、カメラ準備。打点。降臨。うん。いいわね。大満足よ。最後にふさわしい最高の一枚だわ。あなたも朝からよく付き合ってくれたわね。褒美を与えましょう。何か希望があれば言いなさい。このヨハネが叶えてあげる。お安い御用よ。っていうか、それだけでいいの？魔族とは思えないつつましさね。ヨハネ！まあ、いいけど。今日は頑張ってくれたから、特別に許すわ。で、何？ここが大事な場所だからよ。入学早々打点師だってことをバラしちゃって、これじゃ友達を作るどころかまともに通うことすらできないんじゃないかって思ってたわ。もう打点師としての自分を捨てないと生きていけないんだって。でもアクアのみんなは私を受け入れてくれた。そのままでいいよ。好きなものを好きなままでいていいんだよって。裏女に入らなかったらみんなとスクールアイドルになることはおろか出会うことすらきっとなかったと思う。この学校は私の運命を変えた場所なの。かけがえのない仲間を得るきっかけをくれた。ここで今の私の姿を残しておきたかったのよ。何よ、どうかした？は？はあ！今？リアルタイム？いや、ちょっと何普通に見せてくんのよ。さっさと切りなさいよ。いい人すぎる。感動しました、ヨハネ大天使様。うるさい！天使じゃない！とっくに天界のことは見限ってるのよ！うん？
様の大事な場所は、私たちにとっても大事な場所です。学校やアクアが大好きなヨハネ様のこと、私も大好きです。泣いてない！ちょっと、こっち見るな！思わぬ形で言葉を届けることになってしまったわね、全国のリトルデーモンたち。あなたたちも聞いた通り、ここはヨハネにとってかけがえのない場所。人間界での活動のために確保した拠点の中でも特に重要なものの一つよ。今後もこの場所から人間界の征服を進めていくわ。全世界打点の日は近い。心して待て、眷属たちよ。以上。いいのよ。ああ、焦ったわ。それにしても、うっかり生配信しちゃうなんて本当にありえないんだけど、あなた何年ヨハネのそばに仕えてるのよ。まあ今回は悪いことばかりじゃなかったから多めに見てあげるわ。コメントで私が大事な場所は自分も大事だっていうのあったでしょ。あと、学校やアクアが好きな私が好き、とか、他にもたくさん。好きなら好きなままでいていい。真正面から私を認めてくれたのはアクアのみんなだった。だから、みんなの前なら好きなものは好きって素直に言えた。みんなの前くらいでしか言えない。そんな風にも思ってたわ。でも、違ったわね。アクア以外にも、私の好きなものを受け入れてくれる人はいたんだわ。あんなにたくさん。それを知ることができて、嬉しかったのよ。ありがとう。とはいえ、今回のことが失態であることには変わりないわ。二度と繰り返さないようにね、リトルデーモン。